天女流子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、大阪道頓堀は食い倒れビル地下ザザという劇場で、呼び込みライブ、30分呼び込みして30分ネタをやるというので、5本新ネタぶちかましてきたんですが、今日はその3本目、それでは見ていただき、あ、その前にですね、後輩芸人の宮崎元気くん、彼の漫談を見ていただきたいんですが、誰やねんと思うと思いますが、まあ分かりやすく言えば、R1 で、決勝に行った直行くん、笑点とかにもたまに演芸コーナーで出たりとかしてます。それの相方でコンビを やってたんですよ。ダックスープという。まあ、後にまあ解散してお互いこうピンでやってるんですけど、その宮崎元気君は漫才の時はツッコミやって、でまあ漫談もどっちかとこうね、いろんな人をこう突っ込んでいくみたいな感じでございます。早速見てください。どうぞ。マキ元気君です。久しぶりやな。おはようございます。お久しぶりです。まあ彼 もう漫談やってもどれぐらいなの？もうピンなってだいぶ十数年になりますね。もともと、まあこれ見てる人がわかるのは、はい、R1 で決勝に行った直行くんとコンビ組んでてね。昔ね、うん、はい、コンビ名何やったっけ？ダックスープです。そう、ダックスープで、はい、でまあ解散しちゃってお互いピンで。そうです、そうです。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか、ん、お店の方は？店まあぼちぼちですね。うん、はい、もう店もやってどれぐらいなの？店はね、来年で5年ですね。来年で、はい、5年。はい、5年でコロナでちょっと大変やったんじゃん？いや、まあ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 なんとかなりました。結構給付金詐欺はやったんやろ？やりましたね。はい、おかげさんで、あ、コロナバブルで、うん、はい、ありがとうございます。逆に助かった。もう非常に助かりました。ねえ、はい、足元というか周りがね、はい、明るくなったという。店の名前何やったっけ？東大です。なるほど、スナック東大です。足元より周りを明るくしてるというやつ、ね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとネタ楽しみにしてます。あ、いやいや、もう普段と変わらんもんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、行けてや、はい、はい、空気で分かる。毎回でね、客にもレベルがある、ランクがある。 A ランク、B ランク、C ランクが僕の中で分かるから、皆さんは A ランクのお客さんやな。微妙な反応ありがとう。これが A ランクの、ね、何が素晴らしいか皆さん、ね、ちゃんとこっち向いて座ってるもん。いや、動き回らへんやん。いや、ほんま、いろんな人で、この間喋ってる最中ね、この前をおじいちゃんが行ったり来たりする。ものすごい邪魔やん。かなり障害物や。カナマンジジイやなぁ、僕に向かって兄ちゃん、わし今日昼食うたっけ？知らん、そんなあれ、徘徊やな。いろんな人おるわ。ほんでね、一番びっくりしたのがね、前に座ってるおっさん出てくるでしょ、新聞拾いやがんねん、スポーツ新聞。いきなりここで、なんちゅう失礼なおっさんや思ったらね、違うね、よう見たらね、新聞に穴開けて、そっから見とんねん。まあ何かしたんやろうな、わからんおっさんおるわ。まあでもね、大阪行くのはね、行くとこいっぱいありますわね。え、皆さんもね、行きはったと思ってても、おすすめはね、あの通天閣あるでしょ、大阪のシンボル。あの周り行ってほしい。新世界。おもろいで。何がおもろいか。歩いてるおっさんがおもろい。あの街ね、おもろいおっさんの方がやわ。考えられへんおっさんで。この間も昼2時に自動販売機に怒ってるおっさんだ。昼2時やね、相手自販機やで、おっさん怒ってんねん。とか言うんで、大体お前は硬すぎるねんって当たり前だ。そんなおっさん、普通おらんや、あの街におんねん。そうかと思ったらね、犬に謝ってるおっさん持って、ドラえもんに謝ってんねん。すまん、今度返す。何借りたいん？むちゃむちゃ興味あって、質問要請や、そんなおっさんに。でね、バロタンがね、散髪屋の前に回ってますやん。赤と青と白のやつ、こう、火を回ってるやん。おっさんがね、それをじーっと見てんねん、こうやって。な、回ってんねん、じーっと見てんねん。何するのかな、思ったらいきなりやで。止まれ、止まらへん、止まらへん。止まるわけあれへん、せえ抜けっちゅうねんやな。でね、あの街はあれが多いね、立ち飲み屋さんが多いね。僕、酒好きやから選手も行ってましたね。横におっさんおったわ、飲んどったわ、そらええで。なんか言うてんねん、ちっちゃい声でぐつ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 。何かな思ったら、おっさん飲みながらちっちゃい声で、証明したい。証明したい。証明したい。ずっと言ってんねん。うるさいおっさんやな思った瞬間や。出た。出たよ。めちゃくちゃ出たね。
まあね、この近所やからね、今から行ってきて、時間あったら。ほんで、おもろいおっさんおったら教えて、またここで使わせてもらいます。お時間来ました。以上、宮崎元気でした。大きなありがとう。ということでね、まあ、彼もね、僕と一緒で矢沢永吉さんが大好きで、それで矢沢永吉さんが、作った歌の灯台という、その名前を使って、自分でお店やってるんですよ。バー灯台って、バーとかスナックか、まあちょっと、A ちゃんの曲かけたりとかやってる、南でね、大阪は南で、お店をやってるんですよ。それでこう芸人をやってるという。一昔前やったらね、まあ俺らもよく言われてたんですけど、芸人がもう飲み屋とかやるようになったらもう汚れやとか言うね、終わりやで、みたいに言われてたんですけど、もう今は違いますよ。逆にそういうのやってる方が、すごくこう芸の幅も広がるし、そんでいろんなこうトークとか、で漫談とかが視野が広がると思うんですよ。だから、店やってること自体をネタにしていったらいいん違うかなって、今の子とかは、お店やってるのとか絶対思わないから、そうなのってなるから、だからそういうなんかお店の飲み屋の、お客さんのお酒を飲んだみたいなとこをちょっとこう、パーンとこうつまんで面白くやったら、おもろいちゃうかなと。もう喋りはね、達者ですから。そんな人のこと言うてる場合ちゃうわ。僕のネタ、見てもらいましょうか。今回ね、っていう感じ、見てください、どうぞ。30分ローナー、時間で手頃な値段、大阪名物お笑いライブどうですか。お笑いライブ、ここ空いてる？いい？あ、いい、よかった。4分じゃすぐ帰るから。ようこそ。ありがとうございます。結論から言おうか。犬逃げたよ。誰か電話鳴ってるよ。57歳です。よろしく。57になったらね、何かイライラする。昨日夜中2時にテレビでアンミカの顔見てたら何かイライラする。アンミカの顔って実意みたいな顔してる。なんかいいね。今日ここに来る前に北斗の拳の実写版見てたらなんかイライラする。あまりにもクオリティの低さ。拳四郎首細ダブルの革じゃん、サイズでかいんちゃう。ガッカリやな。57歳になるとなんかイライラする。この前飛び込みで初めて行った美容室、受付でスタッフのご指名ありますかって初めてやね。もうそんな質問をしないスタッフ指名しますって心の中で叫んでやって。そうしたら担当そいつになったよ。本当にうだ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 喋ってくるから鬱陶しいから、すいませんちょっと雑誌持ってきてください。持ってきた雑誌が適当にも程がある。ピザを焼く釜の作り方作らないよ、ね、どんな雑誌俺が読んと思ったの、爪切りで爪切った爪、新聞の上に一つもない。どこ行ったの。イライラする。アコースティックギターの穴のところにピックが入ってしまって取ってカラカラするけどなかなか出てこない。イライラする。夜金持ちの家の前通ったら急に照明がパッと明るくなって、あってルパン三世になった自分に腹が立つ。イライラする。 CM の後まだまだ続きます。 CM が明けてまだまだ続いた試しがない。イライラする。一斉に飛び立つ鳩、イライラする。っていうか怖い、一斉に飛び立つの怖いの。平和記念式典で開幕を言ったらパタパタ、いや一羽ずつ飛び立ってほしい。平和記念式典パタパタ。
帰ってくるやつもない。それが俺にとっての平和記念だ。逆に一斉に飛び立ってるのに1羽だけ飛び立たない鳩もイライラする。なんでお前だけ飛び立たない、舐めてんのか。俺が57歳だからか。こっち来んな、お前。なんでこっち来んの。あ、これか。違う、これ犬逃げたんや。こっち来んな、言うて。俺が口からよくこぼす食べ物で猫一匹育ったからか。お前も育ててもらう、こっち来んな、言うて。何怒ってんねん、お前。あ、あれやろ、お前。鳩時計から出てくるの鳩じゃない格好やから怒ってんのか。あ、やっぱりそうなんや。そうなんや。あ、今のに犬が逃げた時の俺ね。どうか。結論から言おうか。滑ってるね。いやー、まあね、鉄板ネタを持ってくりゃいいんですけど、やっぱりね、新ネタをやらんとわざわざ大阪まで行った意味がないですから。ああ、もう、どれも、どこでも試してない初おろしですよ。だからまだね、ちゃんとこう、積み重ねれてないというか、こう文章がちょっと、んっていう、なんか、しりすぼみになってしまうというか、そこがね、まあまあ、でもね、まあ、あいにくのね、雨でね、それで、まあでも、それでも、まあ平均30人ぐらい入ってくれてましてね。やっぱりさすが道頓堀やなと思いますよ。そのね、ザザの呼び込み大阪でおるとき、そこで やってたときね、すっごい台風、もう雨風、人が歩くのもやっとみたいなところでも、やってたときがあったのよ。本当に。ほんで、客二人ぐらいしか、入ってこなかった。そんで、その劇場側がもうやめますかみたいなことで、いや、俺らはやるんや、言って、やり抜いたこともありましたね。さあ、また、明日、ネタ4本目、お楽しみに。